川上村西川にある山幸彦の黙々館より、見る五社峠五社トンネル北口、国道309は、国道370の五期五社峠は、奈良県吉野郡吉野町と、川上村との町村境にある峠。登山道のみ。現在は、直下に、国道169号の五社トンネルが通っている。標高約476メートル。 1北緯34度21分59秒、統計135度55分22.2秒、北緯34.36639度統計135.922833度、34.36639、十3 5 9 2 2 8 3 3吉野川は、上流、川上村大滝付近から吉野町宮滝付近まで、大きく蛇行しているが、 このうち、川上村西川と吉野町歌潮は、尾根一つ隔てているだけであり、人々は、この尾根の暗部を越えた。勾配の大きい急な峠道ではあるが、川沿いを進み迂回するのに比べて距離が3分の1ほどであったので、徒歩時代には、東熊野街道として盛んに使われていた。明治に入ると、 川上村の土倉昌三郎が主導して、荷車が通れる道が付けられたが、大正9年に、新湖、クズを通る吉野川沿いの道が改修され、トラックやバスなどが通れるようになると、峠道としては、廃れて、現在に至る。戦後しばらくは、現在の吉野町宮滝から、川上村、河勢までは、国道370号を呼び、 奈良県道16号線と奈良県道262号線の、クズを経由する道が、東熊野街道であったが、大幅に迂回しているため、これを短絡化するため、宮滝大橋、中山トンネル、五社トンネルが建設され、現在の国道169号となっている。東熊野街道は、吉野町宮滝まで、吉野川北岸沿いの道を進むが、 宮滝の芝橋で南岸に渡る。宮滝では、吉野川は、川幅が迫り、両岸を岩に挟まれていたため、最も狭い場所でわずかに8メートルほどで、古くから芝の橋が架けられていた。南岸に渡ると小さな峠を経て菓子を得てて、そこから山腹の東高線を沿いながら、高度を上げて五社峠へと至る。峠付近には神社がある。 川上村へ下るには、一気に、ら折りの道を下るか、山腹の東高線沿いを下って、川上村西川へと至る。五社峠は、吉野町側のカシオからアクセス可能。国道169号からトンネルの500メートルほど、手前を急道に入る。峠までは、約3キロメートル、狭いが、コンクリート舗装された道が続くが、 峠の手前にある敷内川上か神社のところで、道は途切れる。川上村川は荒れており、通行に不向き。吉野町新湖と道町南国住処との間にある南屑トンネルは、大正2年に開通したもの。大正12年には新湖まで来ていたバス路線が、川上村上田湖まで延長される。奈良山との峠物語110から111ページ。 ありがとうございます。